皆さんこんにちは、銃剣雷神会の長野です。私は大会でございます。どうぞよろしくお願いします。今日はね、はい、国道体験をね、してくださる方がいらっしゃいます。ゲスト、はい、はい、わかりました。します。どこにいるんだろう。じゃあ今日のね、体験の改めて、女優の井上さん、井上さんですね。こんにちは、井上理恵です。井上さんはあのね、有名なホラー映画に、ね、はい、出ていらっしゃった方でございます。ご縁があってね、最近仲良くさせていただいて、今日はあの国道の体験をね、あのやっていただこうと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。僕らのね、あの国道の世界はとにかく刀を扱うってことに特化した動きを日々稽古しています。大事なのは力をうまく抜くと、力を抜いて刀を生かすということをやっておりますね。まずあのこう肩にかけてもストーンとこうやって落とす。これはあのただ力を抜いてもこうやってグッとずれちゃうわけですね。だから力抜くことで胸を緩めて、あと指先ふっとこう意識を置くと重さがかかって崩れるという形になっています。じゃあ早速井上さん、やってみましょう。これをですね、脱力がものすごく上手いんで、この指に意識を置いて息を吐きながら胸を落とすんです。でこれをつなげる。そうです、そうです。もっと指につなげた方がいいです。指先で重くする感じ。そう、自分をできるだけ倒れずに指先で、はい、重くします。はい、どうぞ。そうです、そうです、これです。はい、これがね、剣の重さにつながるんですね。こういう感じで自分が行かない。そう、自分で行くと自分も潰れちゃうんで、自分はできるだけキープして指先を生かす。軸はしっかり立てて指先を生かす、剣先を生かす。ちょっとね、こういう角度になっちゃってですね、うん、実際はふっとここに胸が落ちるっていう感じに感じられます。でこれ軸はね、つぶれてる、まっすぐなんです。これでストーンと指先で、はい、いけます。これいけます、はい、はい。どうしてもやっぱりね、こういう動きになっちゃうんですね。こういう、じゃ剣はこう真下に振り下ろすんで、うん、あ、そうなんですよ。はい、その感じでこの落ちがこう、この感じが欲しいんですね。これが使い方の一つです。では次にね、今まっすぐ胸を落とすんですけど、当然剣はこうやって、ね、毛先に切るってね、動きがあるわけですね。毛先に切る動きというのは、例えばこの状態で、これはまっすぐの動きですね。計算できる動きは計算できる。でこれは見た目よくわからないですよね。膝で調整するわけです、ね、この膝で、膝のこの緩みでこの計算ラインをふっと作るわけですね。こう、これこの角、これで計算にする。で計算に
力の力と持っていく。ちょっとやってください。この状態ちょっと4枚やってみてください。そうするとこう腕でちょっとやりましたでしょ、で普通はこうで腕にやっちゃうわけ。そうするとズレが実は生じて、中心はここでやつない。この後ろ膝を緩めるんです。はい、後ろ膝を緩める。後ろ膝を緩める。それ体が回っちゃってる、はい、体が回すんじゃなくて後ろ膝を緩める、前足は前、後ろ膝を緩める。あ、そうそう、近い。あと崩れないことですよ。軸はキープ、状態を回さない、状態を回さない、状態を回してますね、はい、難しいことです。状態を回さずにここだけを緩むことによって、緩むところここでいっちゃうんですよ。そう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 。で今クッと最後入っちゃってる。それ入らずにどっちかというと肩がちょっと斜め前傾する、そういうことです。はい、でしょ。どうしてもちょっとね、グッとあの腕が力入っちゃうんでちょっと焦っちゃう。こう今度は抱えてる時に、これ実際この状態で肩こうまっすぐやるとフッと入れるのがこう、こう崩れるわけです。この状態で崩れるわけです。崩れるわけですね。斜めに切る場合はここをあのこっち側をより緩めにやると斜めの奥になる。まっすぐの時は、ね、相手に近い方の足を緩めるとトーンと落ちるでしょ。ましたよね。けさに切る時は遠い方の足を緩んでいくと近い切れるわけです。だから腕で操作しないっていう、ちょっとやってみてください。腕で操作しないこうやって下から脇抱えて、まずは足もの揃えてもいいです。でまっすぐ崩す時はこの右側の股関節を緩めながらストーンと落とす。いやいや、お辞儀する感じで。あ、そうです、素晴らしい。お辞儀するだけなんです、はい、もう一回いきましょう、はい。あ、そうです、すげえ、はい、そして、はい、毛先切るときは、はい、今度はこっちの左側を緩める、はい、お辞儀するつもりで左だけ緩める、はい、おお。ちょっと軽さ受けてみて、軽さ、カルバを動くです。はい、まず正面右側を崩す。惜しい。あ、ちょっとお辞儀はきついですね。お辞儀はこう潰れないで前に、股関節も折り曲げて前に。おお、いった、おすげえ。さあ次の計算、そうです、こっちを行きます。あ、やっぱりこうなっちゃってますね、これ。でこの密着度は、ね、大事なんです。変えないんです。軸と密着は変えない。はい。惜しいですね。ちょっと最後クッてやっちゃってるでしょ。それをできるだけこうに腰を逃がさずに、こういうもう意識は前に。腰を逃がさずに、はい。腰に、はい、逃がさずにこっちを緩める。こっちをね、こうなんです。内側。いや、内側に、ね、疲れてもらう。こう。ひれないんですよ。ひれき全然ないんですよ。こういう感じなんです。ふっと。こういう感じ。あ、お尻はね、ボスです。こうなんです。左の、そう、その使い方です。あ、その使い方。それでお辞儀する。あ、今ちょっと、あ、でも真ん中ぐらいよね。真ん中と今朝の。今朝はね、よりね、ここぐーっとこう。そう、より。あ、その感じです。はい。そうです。おお。まあね、さすがに井上さんはね、もうこの辺の緩みを本当に徹底してね、稽古でやられてるんで、ね、こういうのができてしまう。だから逆に言うと、いかにね、この辺の緩みが大事。それは別に武道とかね、舞台とかね、まあ実はこの辺が非常に大事だ。がね、分かると思うんです。ね、大川さん。はい。どうですか。いや、じゃあ井上さんかけてみて。あ、え、ちなみに井上さんかけてもね、かかりづらいんですよ。井上さんに今のこと普通の人がやるとこうなっちゃうんです。
投資家に持ってストンと色を向けとるかかるんですけどね。はい、行かせてください。こうなるんです。はい、やっぱり絶妙なのがね、この身体のバランス感覚を取るんで、そこを単純にこうやってふわっとやっても何も起きないです。しっかりこう相手の動きの反応を見て、そこからふわっとゆっくりとふわっとやってストンとやると抜けるわけです。よかったらやってみて。はいね、絶妙にバランス感覚を保つってことは感覚でやられちゃうんで、ね、反応しちゃうんですね。だからその反応を見て、かけるっていう、ね、この辺はもうあの上級レベルをね、そんななっちゃうから、一回今全然上級じゃないってことよくあります。ああ、すみません。ということで今日はね、はい、触りの触りですけど、このあの古武道のなんですかね、この辺の柔らかさのというか、この辺の使い方っていうのをこうやってもらいましたが、いかがでしたかね。いや、面白いです。で基本的にもうね、できてるからね、勉強だったでしょ。勉強になりました。ね、ということでね、日々ちゃんと稽古をやらなきゃと思う、はい、あということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。